この霧、もしかして例の海域に踏み込んだってことかしら。そうだ、まさにこの海域はフロリアントライアングル。何もかも謎に消える海域の海だ。お化け出るんだここの海。ギャー、やだー、悪霊退散グッズで身を固めねば。よっほほほよっほほほよっほほほほほほいのほい。よっほほほよっほほほよっほほほ。出た！よっほほほほほ。ごきげんよう。よっほほほほほ。何十年ぶりでしょうか、人とまともにお会いするのは。見ろ、喋ってる、骸骨がアフロで喋ってる。おやおや、そちら実に麗しきお嬢さん、ビューティフォー。パンツ見せてもらってもよろしいですか。見せるか。おい、お前は一体何者なのか、なぜここにいるのか、この海ではどんなことが起きるのか、全部答えろ。そんなことより、お前、俺の仲間になれ。え、いいですよ。おい、死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。新たな船サウザンドサニー号と船大工サイボーグフランキーを仲間に加えた麦わらの一味は、ウォーターセブンを出航後、霧の立ち込める不気味な海域フロリアントライアングルに突入した。そこに現れたのは動く骸骨ブルック。彼はよみよみの実を食べたために一度死んだがよみがえり、何十年もの間この海域をさまよっているのだという。ブルックを気に入ったルフィは即座に仲間に誘い、ブルックもそれを喜ぶが、彼には仲間に入れない事情があった。かつて何者かに影を奪われ、太陽の下では生きられない体になってしまったというのだ。やがて一味の目の前に謎の島スリラーバークが現れると、ブルックは一味と別れて島に入ってしまう。冒険の匂いを嗅ぎつけたルフィは仲間と共にスリラーバークに入るが、そこでゾンビに襲われ、ルフィたちもまた影を奪われてしまう。影を奪いゾンビを操る者の正体は桜花七部会の一人、月光モリアだった。再びブルックと出会ったルフィたちは奪われた影を取り戻すため、力を合わせて月光モリアに戦いを挑むのだった。
よかった、無事ね。迷いの森なんて私、怖くて死んじゃいそうです。あっ、私もう死んでました。よっ、頼むぞ。ちょっと目を離すとすぐこれだ。交流できたか。
あの女を倒さねえと森は抜けられねえぞ。私の邪魔をするならどうなっても知らねえ。てめえにこのゴーストの恐ろしさ味合わせてやる。もし生まれ変われるのなら俺は怪異になりたい。最低だ、死のう。おいルビー、何を落ち込んでんだよ。やられたのか。私は霊体を自在に生み出すホロホロの実の霊体人間。私の分身のゴーストたちは人の心をうつろにする。ほら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 、てめえもここまでだ。ネガティブホロン。俺の名はキャプテンウソップ。なぜだ、なぜ聞かねえ。ゴーストは当たったぞ。一体どんな手を使って。どんな手も何も、俺は元からネガティブだ。早くモリアの城に向かうぞ。周りのゾンビどもを倒せ。
しもべ、オーズだ。ルフィのゾンビだと？オーズ、最初の任務だ。思いっきりやれ。このデカさでルフィの動きとは恐れ入る。何か弱点はあるはずだ。でけえ魚は少しずつ弱らせるってのが定石だが。超怖い。かかってこい、藤原の一味。あのでっけえのをぶっ飛ばすぞ。どこかに弱点があるはずだ。ヤツの動きに合わせて弱点を見極めろ。ほら、足が壊れちまっちゃ進めねえな。おめえら、足の材料を集めてこられるか？任せろ、すぐに調達させるぜ。あいつら守って持ってこさせろ。早く取れた。
れぞ。仕方ねえ、やつを追っ払うぞ。また橋を壊す気か。あいつを攻撃して阻止しろ。あんなのがいたんじゃ動けねえ。おい、やつにまた橋を壊されちまうぞ。ロケット。材料がありゃ十分だ。時ができた。もうちょい待てよ。この装飾が不満だ。ロケット。こいつの矢は当たりすぎて怖いんだよ。逃げるか。お宝を抱えて逃げる気ね。そんなこと絶対させないわよ。思えば解読オンリー。
ている相手は麦わらの一味だな。てめえは桜花七部隊の一人、ボー君バーサラミュー・クマ。モリアの部下か。モリア様、いや結婚モリアとはもう関係ねえ。私は今この島から逃げ出すところで。旅行するならどこに行きたい？そんなこと聞いて一体どう。でも、やっぱりバカンスなら。暗くて湿ってて、怨念渦巻く古城のほとりで過ごしたい。今の、あの子は消えた。泥棒猫だな。麦わらの仲間、モンキー・D・ルフィもここにいるのか。ルフィに何の用があるってのよ。あんた、目的は何？本当に七部会？何をしようと、俺の自由。狙いはルフィなの？こいつやばい。ここで止めなきゃ。まだ手は出したくないのだ。行くぞ。まずはモリアに会わねば。月光モリア、ここにいたか。暴君クマ、さっさと用件を言え。ここへわざわざ何しに来た。報告事項がある。桜花七部会クロコダイル公認の後、その後釜が決まった。後継者の名はマーシャル・ D ・ティーチ、通称黒ひげという男だ。もともとの懸賞金はゼロ。なるほど、未知数か。よく政府が認めたもんだ。まあ、穴埋め作業が済んでよかったじゃねえか。キーシ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 ー。それと政府には今気がかりが一つある。麦わらの一味だ。政府が何を心配しているか分かるか。奴らのログをたどるとここに来る可能性が高い。また一人七部会が麦わらの手で落とされやしないかと危惧している。心配だと。雑魚海賊抑制のためこの座についてやっている俺に向かって。必要なら俺が貴様に加勢しても構わない。誰に口聞いてやがんだてめえ。あんな少数の経験も浅い海賊団に俺が負けるかもしれねえと。よく見ていけ。そして報告しろ。麦わらの一味はいとも簡単に月光モリアにやられたとな。ではしばらく様子を見ていこう。安心しろ、邪魔はしない。さあお前ら、俺と戦うチャンスを
は返してもらうぞ。
ダメってこと？
力もねえ。よっと、このままだ。あがいてみようじゃねえか。
セカンド。この子もの。あなたが最中。やはず。若造だろうが出る杭だろうが俺は誰にも潰されねえ。潰されねえ、そう言い切る根拠のなさこそがてめえの経験の浅さを。ゴムだから。なあ、ごめん風船。ゴムゴムのギガントゲットしてる。やった！神が戻った！ルフィー！無理もね、無茶しすぎなんだ。七部会の、これだけ弱り切ったお前たちを消したところで何の面白みもない。私たちの命を助けてやろう。その代わり、麦わらのルフィの首一つ俺に差し出せ。その首さえあれば政府も文句は言うまい。仲間を売れってのか。さあ、麦わらをこっちへ。断る。残念だ。まだ立ち上がる気力が残っていたか。どうしてもルフィの首を取っていくのか。それが最大の譲歩だ。分かった、首はやるよ。ただし身代わりのこの俺の首一つで勘弁してもらいて。大して名のある首とは言えねえが、やがて世界一の剣豪になる男の首と思えば取って不足はねえはずだ。そんな野心がありながら、この男のためにお前は死ねるというのか。船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろ。ルフィは海賊王になる男だ。待て待て、クソ野郎、死んでどうすんだよ。おう、でけえの、こんなマリモ剣士より俺の命取っとけ。この一味で最も厄介な存在になるのは黒足のサンジだ。なてめえ、五将の頼みだ。これで麦わらに手を出せば恥をかくのは俺だな。その代わりお前には地獄を見せる。
モリアたちとの戦いで蓄積された全てのダメージがこれだ。身代わりになるというなら、お前がこの苦痛を受けろ。ほら見ろ、体が軽いんだよ。なんでだ。嘘つけ、そんなわけねえだろ。何もかも無事なわけねえ。あの野郎どこだ。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。たんまり作った、残すんじゃねえぞ。よほほほほほほ、本当に、あ、失礼。先日も今日もお腹いっぱいごちそうになって、私少し太ったかも。骨なのにってやかましいわ。こんなにうるさいのに目も開けねえな。いつもは一番タフな男がね。これゴロの分な。さあ飲め。飲ますな。辛くない日などなかった。希望なんか正直見えもしなかった。にょっ。でもね、ルフィさん、私生きててよかった。本当に生きててよかった。そりゃそうだ、今日という日がやってきたから。あ、私仲間になっていいですか。あ、いいぞ。さらっと入った。改めまして、私死んで骨だけ、名をブルックと申します。通称花歌のブルック、うだつきでございます。今日より麦わらのルフィ船長にこの命お預かりいただきます。骨身を惜しまず頑張ります。よほほほほほほほ。